そしてベラトールの、タイトルマッチに挑戦したという歴史的なことが行われたんですよね。よし、ほらこっち。もう一度勝って2団体統一チャンピオンとなるか、森口浩二。シングルレッグ、さらにはセンターを張っていきます。カウンターの左、大晦日が再び再現となるか。コールドウェルの側頭部に肘打ちが入りました。なんと森口が2団体統一。ニュータイトル、レイズ・ジェントルメン、ベラトールバンタムウェイトチャンピオン、キヨジ・ホラグチ。日本人って結構ブランド志向なんで、なんか UFC の一択なんですよね。だからそういうことじゃなくて、やっぱりいろんな団体、いろんな強いやつ。ベラトールのバンタム級って今すごい熱いんですよ。もう強者しかいないっていう。堀口選手との試合を熱望していたアーチュレッタ選手、日本でも試合をしたトリックミックス、他にジェームズ・ギャラガーだったり、トップに君臨するのがセルジオ・ペテスですね。ベラトールに来てから参戦して、無敗、地獄の入り口です。When I think about Sergio Pettis and I think about Horiguchi, you're talking about champ versus champ. And so it's a very evenly based fight. 一つ一つの戦略を遂行する技術を持っていて、本当に穴がない選手です。打撃が非常に上手で、細かなテクニックが光る選手です。強い選手だなっていうのは思ってるし、やっぱりどこの団体に行っても上位にはいますよね。